琉球大学病院が西原から今度宜野湾に移転します。あれだけの大きな病院を琉球大学病院が作れるというのには私のチャレンジがありました。国立大学病院を作るときには財頭という借り入れが8割、基金が1割、そして自己資金が1割で作ります。しかし今作っている琉球大学病院は文部省の予算ではなく沖縄振興予算で8割の予算をつけて作っているんです。だからあれだけの大きな病院ができるんです。なぜこの沖縄振興予算が琉球大学病院、文部省の管轄の病院に入ることになったのか、それは第4次の振興開発計画を見直すときに、私がこの振興開発計画の中の85条の2に琉球大学という言葉を入れて大学院大学と同じ扱いにしたんです。この85条の2にこの言葉を入れたことで琉球大学に振興予算を入れる根拠が出来上がったんですね。だから琉球大学をこの振興予算で作るということができました。皆さん、琉球大学があれだけの病院を作ることで沖縄で頑張っているクリニックの先生、そして中型の富城中央病院をはじめ、大幅病院をはじめ、県立の中部病院、南部病院の中型病院がそのサポートします。この中型病院を琉球大学がサポートする、そういうふうなこの3段階のクリニック、そして中型病院、大型病院、この体制ができたことで沖縄の医療はものすごく充実したものになるでしょう。来年の1月にオープンします。ぜひ皆さん見てください。見に行くんですよ。病気になっちゃいけませんよ。しかしこの病院をこれだけの規模でできたことで、私たちはもう九州や東京に行ってこの重病した病気を治すんじゃなくて、琉球大学は沖縄の最後の砦としてしっかりとその役割を果たすことになるというふうに思います。医療の充実は長寿県沖縄を作る意味でも大事なことになります。皆さんと共にこの琉球大学がしっかりと役割を果たすように見ていきましょう。